はい、相談中川家でございます。どうも相談来ております。剛さん、レイさん、こんにちは。こんにちは。いつも動画楽しく拝見しております。お二人の動画で、笑いと元気をいただいている40代女性でございます。40代、はい、お二人に相談なんですけども、私の母かっこ70代は夕食に食べきれなかったご飯を冷蔵庫にではなくお椀のまま食器棚に入れて保管する癖があります、結局入れたことも忘れてカピカピになってしまい、廃棄するためになってしまいます。母のような年代の人は食器棚のことを昔は水屋と呼んでいたようで、何かあるたびに水屋に入れといて水屋に入ってるやろと、冷蔵庫が開発されてもう何十年も経つのに、未だに何かと水屋に頼り切ってます。わかる。どうすれば母のこの困った癖が治るでしょうか。いいアイデアがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。水屋言うな水屋に入ってるやろ、言う聞いたわ。言ってたな、うちの家もね、食器棚のことね。うん、そうそうそう。今あれなんていうの、食器棚は。食器とか食器棚は食器棚、食器棚か。いやな、水屋とは言わんな絶対に。あ、ご飯ね、でも俺もね、あの意外と冷蔵庫あんま入れないですよ。煮物とかラップしてキッチンのポンと置いとけ、置いてますよ。まあでも時期、まあ時期にもよるしな、これは。うん、1日ぐらいやったら大丈夫やな。あと冷蔵庫に入れるとね、おかずでも冷たくなっちゃうでしょ。ほんで、レンジでチンしたら味落ちるじゃないですか。落ちますね、確かに、ね。僕あれ嫌いなんですよね。もう一回温めたらええやろっていうのが。まあ、あれ嫌いなんですよ、ね。まあ、うちもね、長いことレンジも何もなかったから、ね。レンジないから、まあ、温めも何もないんですけどね。だからうちの親父もよく水屋に、あ、入れてた。食器棚に物入れてましたね。おにぎりポンって置いてね、ラップして水屋のとこにポンって置いて、置いてましたけどね。ねえ、置いたいね。大丈夫じゃないですか別に、1日ぐらいやったらね。そう、あの夏なんか部屋クーラー効いてるし、冬なんかも寒いからね、冷蔵庫入れない方がいい。あんまり、そう、あれほんま落ちんねんな味な、ほんまに。人参とかじゃがいもとか入れてる、冷蔵庫。いや入れてないですね。入れてないな。あ、いや、あんま入れん方がいいらしいですよ。あ、そうなの。うん、せやね、考えたらあれ別にそんな腐ることもない。腐ることもないし、半年置きは腐るやろうけど、ねえ、せやねんな。醤油とかも入れる人おるでしょ、冷蔵庫に。おる。あ、入れんでいいんですよ醤油とかは。あの調味料はね別に腐ったりしないですからね。いや、うちの向こうの実家の人入れるわ、何でも。醤油を、醤油でも七味でも一味でも。ああ、いや、それ入れんでと思うねん。せやねん。だから俺がいつも家でこそっと出してんねんけど、また見たらもうこそっと冷蔵庫入ってる。冷蔵庫もうそのせめぎ。バナナも外にね吊るしてる方がいいんですよ。あ、そうなの。そう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 、あ、冷蔵庫入れる、冷蔵庫入れる方が傷みやすかったです。傷みやすいですね。痛みかけのバナナよ、うまいってうちの親父食ってたな、黒いの。ね、黒いでもね、食ってましたけどね。まあ、なんかライターで炙ったりしてたけどね、よく。みかんとかバナナをね、皮をな、水やね。ああ、そうか、ご飯ちょっとねカピカピなやつからラップ一つでもかぶしといたらね、まあ大丈夫や、大丈夫やと思うんですけどね。何回かせめぎ合いしてみたらどうですか。ほんまに1日経ったらもう黙って冷蔵庫入れるとかね。ほな、またそのお母さんが冷蔵庫からまた水屋に入れてるかもしれないし、まあでもあのそんな食べ物傷みませんので多分大丈夫だというようなことでございます。はい。中垣お二人質問です、はい、歳を取ってからできなくなったことありますか。私は30歳ですが、10代から20代前半まで平気だった絶叫アトラクションに乗れなくなりました。僕もです。あ、これね、別に乗れんことないんですけどね、ジェットコースターとこうなるでしょ、ガーンってこう、このガンがもう痛くて乗れなくなりましたね。あの怖い怖ないじゃなくて、痛い痛くないに変わってきて、あと疲れる、恐怖以外のやつが来たので、異様に気分悪くなったりするね。気分悪なるし、年いったら、ほんまに。せやねん、それやから乗りたくないね。あの、もっと言えば、なんやねん、だから乗ったからなんやねんというそのなんかね思ってまうんですよ。高いお金払ってね。だからなんやねん、高いとこうろうろして、それがなんやねんとか思って、それやったら、遊園地の一番端っこの方で、あのフライドポテトとアイスコーヒー飲みたいなとか、そっちになってきてるんです。あとは遊んどいでよみたいな。
俺昔スキー行った時なんかもう、うん、あのギュンって滑ってもう下でコーヒー飲んで一日終わったからね一回だけ一回だけ滑るでもう一回滑ろう思うねんけど、うん、何やねんあの板の上のってそれが何やねんとかね靴、うんうん、あのスキー靴またカシャンってはめなあかんなとかさ、はいはいはい、痛いんですよこのすねがこう当たってね、うんうんうん、それやったらもうコーヒー飲んでる方が楽しいなとかね、あ雪景色見ながらね、雪景色見ながら、でだんだんもうそういうことが嫌になってきた年なんでしょうね、もうだんだん30ですけども、あの冷めてくるんじゃないですか、いろいろ、うん、まあそれはでも、うん、別に僕もそうですから、うんうん、もう40、30代、うん、40代、50代もうだんだん冷めてきてますから、うん、性格がほんまにいやほんまやな、もうその同じとこ長い時間そんなおられへん、おられへんね、ね、うん、だから子供をプールに連れて行ったっていつまでも一日中プールにおれるわけやないし、そうですね、公園連れて行ったところでも長いことおれるわけでもないし、まあ、子供が遊びたいから遊ぶっていうそのなんかこう、うん、義務感みたいなのあるけど、うんうんうんね、そうですねいやこれはもうそうそうアトラクションね、やわな、あとみんなで集まるとかもうだんだんめんどくさくなる、もうめんどくさくなります、うん、そして打ち上げを行かなくなると、うん、それはあなたやそれはちゃうねん、集まんのはええねん、うん、集まって座ったらすぐ出てきてほしいねん、もうどの、どうしようかな、もうしんどいね、兄さんメニュー見張りますか、いい大丈夫大丈夫、もう勝手に頼んでつまむからあれ嫌やろ、ついて確かに鬱陶しいね、あれ、あーついたついた、兄さんグラサイどうぞ、大丈夫ですか、あ、なんだもらおうかな、はいはい、それ言います、うんうんうん、大丈夫、あ、大丈夫ですか、うん、はい、十分食べてよ、はい、うん、全然食べて、お兄さんこれ締めが3つぐらいあるんですけど、もう分かるよ、うん、ね、だから乗らなくていいんですよ、そうそう、アトラクションなんか別に、別にね、そうそうそう、若い時はもう若いうちにやっといた方がもう、だから別にできんでもええしね、せやねん、アトラクション別に乗らんでええし、ね、あ、30、40、50になってね、並んでる場合やないっちゅうよね、なんか盛り上げを半減させると思ってるのかな、みんなでおって私だけいいわ言うたらなんやねんってなるからかな、別になんやねんでもええで、まあそうそうそう、乗って降りてきたのそんなこと覚えてないからね、覚えてないね、みんなね、どうでもいいんですよ、そう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 、打ち上げもね、うん、もうおらんでも誰も気にしないですから、気にしないね別に、確かにね、最近ないもん、あれ強しおれへんやんっていうのがもう全くないでしょ、うん、別に全くその声がなくなったから、うん、もうこの間も井上が言ってました、次僕の番ですかね、そうですね、市長課長の井上が言ってましたから、いいんですいいんです、それも年相応になったということですから、そうです、気になさらなくて、はい、もう間違いなくあなたは成長しています、はい